ニュースジョネイエーイ、はい、始まりました。はい、ひなりひがありましたね。はい、今日のおじさまは須田慎一郎さんですよ。はい、お願いします。はい、日本の裏の裏まで、闇の闇までということで ね、 本当ですね。今日もいろいろ聞きたいんですけど、はい、そして今日の女子は、はい、おなじみの崖っぷち占い師、真田美優香さんです。よろしくお願いします。なんか、大根参拝、はい、やるんだって。やります。3月21日。どこ行くの？熱海と伊豆に行きます。はい、なんと、須田さんの思いもお届け。そうです。すごい、ね。お願いしまして。あの、ね、ご祈願が何かを聞きたいんですけど、お聞きしたい。なんだろうね。やっぱりね、なんだろうな。あの、縁結び、強運。これ、縁結びって言ったら大変だよね。強運、うん、そしてあと災害よけがあります。今回の神様。で、強運。はい、強運ですね。はい、じゃあ強運で。お土産買ってこよう。はい、はい、行きたいと思うんですけど、はい、その強運というね、はい、ネタで言うとね、はい、二刀夢野さん、ついに強運も尽きたかという状況に、うん、なってまして、はい、例のコラボ問題。あら、2月28日、はい、再調査の結果出ました、うん、はい、出ました。出たんですが、これ須田さんどのようにご覧になってますでしょうか。まあ、東京ともこの程度かなっていうね。グダグダだなっていう。グダグダですか。なんかそのね、やりたくねえなっていうね。あ、で、できるだけなんか小さく小さく収めておこうかなっていう、そんな感じですよね。ああ、なるほどね。期待外れですね。期待外れ。なんか192万円でしたっけ、うん、100、まあ200万弱のお金を返しなさいっていうことにはなったんですよね。うん、それ、たった200万なんですか。200万ちょっとびっくりしました、うん、これで終わりみたいな話なんですけど、うん、どうなんですかこれ。でも他にこうね、問題点はなかったのかどうなのか、ちゃんと検証したのかどうなのかっていうところもチェック聞いてないんじゃないかなと私は思うんですよ。ただね、はい、そうは言っても私ね、ひまぞらあかねさん、はい、やっぱりね、このコラボ問題を明らかにしたことで、はい、とうとうパンドラの箱を開けてしまったなっていうね。なんとどんな箱なの、気がするんですよ、はい、これ何かっていうと結局ね、はい、このコラボ問題で最終行き着くのは、困難な問題を抱える女性を支援するための法律というのが、はい、昨年成立していましたよね、はい、でこれは施行は来年の4月1日なんですよ、はい、でこの間制度設計をしてやっていきましょうということなんだけれども、はい、で今年4月1日に、はい、ですよね、この来月ですね、子ども家庭庁が設立されて、そうだ、初代長官が厚労省の官僚という、そうで、そこの所管になるんですよ。なるほど。内閣府の外局という予想っていうのは完全に厚労省の、はい、まあ言ってみれば旧厚生省の、はい、まあ衛生役所みたいなね、ところになるわけなんだけども、はい、で実はね、これね、はい、困難な問題を抱える女性を支援するための法律の原点になったのか何かっていうと、はい、これ売春防止法なんですよ。ああ、これ前も須田さんおっしゃってましたね、この番組でね。売春防止法の、はい、保護と公正、はい、ただこの売防法っていうのは、はい、特別刑法ですから、まあ、その辺はジョネさんの方が詳しいだろうと思うんですけども、はい、警察庁所管なんですよ。あ、確かに、そうですね、刑法だったらね、ただ保護と公正っていうのは婦人相談員っていう人たちがいるの知ってます？よし、婦人相談員、個人名ですか？婦人相談員っていう、あ、婦人か、はい、婦人、はい、はい、知らないです、はい、婦人じゃないよ、婦人、婦人相談さんって言ったんで、日本全ほら、わしは引け、すいません、日本全国に1500人いるんですよ、婦人相談員が、で、ほぼほぼですね、はい、これ、まあ、その相談所もあるんですよ。知ってました？知りませんでした。困難を抱える女性ですよね、まさに。でも若い人しかやっぱり。いや、じゃなくて、じゃなくて、これ。大丈夫ですか？売春をしてる人。売春をしてる人。あれ、してた人。してた。じゃあ、さすがにセーフ。さすがにセーフ。すいません。はい。で、これもですね、すべての都道府県にはないんだけど、任意なんでね、設立が。38都道府県にはあるんですよ。おー。ね、で、まあ、こういった仕組みがあるっていうのはもう知らなかったでしょ。はい、知ってる人いないんですよ。はい、で、まあ、ある意味で回転給与だってこれって終戦直後にできた制度だから、全部。ああ、法律も含めてね。で、ここに、ところがね、このね、婦人相談員しても相談所にしてもですね、はい、所管は厚労省なんですよ、もともと。で、厚労省考えたんだよ。これって使えないと。これって美味しい思いできるよねって。うちらの省営企画内に使うよね、と。なるほど。ね。ということで、はい、これを何か利用しようということで、はい、で、そのね、相談員と、はい、まあ言ってみれば相談所の根拠法は売防法だったんだけども、はい、これを外出ししようと。
なるほどなるほど。違う公共法を持ってこようと。ああ。というんで、DV 法っていうのができたわけ。なるほど、なるほど。ドメスティックバイオレンスにあった、はい、まあ、妻、子供、はい、これを保護するための法律っていうのを作ったわけですよ。はい、で、しかもですね、これ裁判所が介入することによって、で要するにもう面会しちゃいけませんよ、はい、取材も隠さなきゃいけませんよ、はい、どっかでね、避難してください、はい、確保してください、はい、シェルターですよね、はい、これはね裁判所が指示しますよっていうことで、はい、もし接近したらあなたはね、ペナルティー課せられますよ旦那の方に、はい、なったわけですよ、はい、でこれはどっちかっていうと左派の弁護士がどん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 進めてきた、はい、でだから左派のだがなんだこの今回のね若草プロジェクトの設立発起人に名前を連ねている弁護士さんいらっしゃいますよね、はい、いらっしゃいますね、であの方ってのもともとだって永田陽子の弁護士そうですね永田陽子としますちょっとテロリストです、ね、テロリストなんですか、うん、弁護責任事件連席事件そうそうそう、はいね、テロリストです、はい、あの有名な多くの方を、ね、殺してしまったというね、はい、あの方の弁護を務められた方であり、あるいは何だろうね、赤軍派の国際赤軍派の、要するに密かに入国して、ね、捕まった人いるじゃないですかいますね、はい、ね、まあ、もう今はもう罪を償って出てきたんで実名は控えますけれども、はい、ね、重信さんという人言っちゃってない、ね、言っちゃってない、ね、知ってます、はい、でテルアビブで何十人も射殺した人です、この人の、はい、まあ言っていればなんていうかな弁護であるとかね、はい、面倒を見た方なんですよ、はい、まあそっち界隈の完全にそっち界隈の人なんだけども、はい、こことなぜか厚労省がタッグを組むんですよ。でどうしてかというと、うん、この DV 法を設立するにあたって超党派の、議員連盟が編成されてなるほどここで超党派になるわけですね、で、はい、もちろん自民党の、国会議員が座長を務めるんだけれども、はい、ただこの方っていうのは参院比例区の要するに、看護業界のね利益代表おということは厚労省ももう完全に手の内そうですね、はいはいはい、もう振り付け通りに喋ってくれる人ですね。そう、はい、でそしてですねこのグループの中にはね、はい、福島みずほさん香ばしいでしょ香ばしいですね水ボタン、はい、まあ、こういう人たちが中心になって法律を作る、はい、でそしてだって若草プロジェクトには、はい、福島みずほさんの、はい、ね、方関係がそうですねいらっしゃったり、はい、実際な旦那さんでしたね。そう、村木、はい、さんの旦那さんとか関わってるわけじゃないですか、はいはい、でそういった人脈構造で、まあ、作られていきました、はい、そこにジャガスかジャガスかお金が出てきます、はい、でここだけだったら分かりやすいんだけども、はい、もう一つビジネス弁護士ってのはそこに関わってくる、はい、何かっていうと、例えばねかつてはこれ苦情クレームを受けたんでやめたんだけども、府内総研というシンクタンクがあってありましたね。ここは離婚ビジネスセミナーっていうビジネスですかみたいな弁護士相手にセミナーになる、つまりそこをやると一定程度のお金がオートマティックに入ってくるわけ、はいはいはい、関西関西裁判所で別れさせます、はい、保護しますっていうね、はい、ところをやるとでだから、うん、まあ言ってみれば磯弁とかね、はい、磯老弁護士であるとか飯食えない弁護士が、はい、そこで結構ねバイト代わりに離婚のお手伝いなるほど、はい、でそっちも食い物にされてました、はい、でところがこれ結構悲惨な結果を招いていて、はい、どういうことかというと私が確認できただけでも、はい、要するにある意味でこれ実施誘拐というふうに言われてるんですよ。あつまり旦那の方から、はい、つまり、ね、奥さんの方が、ね、浮気してたんだけども、このままで言ったら親権も取られちゃいます、うん、それから慰謝料も全くもらえません、うん、とはいえ DV があったとでっち上げれば、うん、それを裁判所が認めれば慰謝料は取れる、こっちに親権は来るっていうんで、うん、でっち上げ行われる、とりあえず DV って言っときはいい。そう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 、あのジョニー・デップの嫁がそれやって、で負けましたよね。そう、アメリカでもあります、うん、はい、で、はい、そしたら勝手に子供が、ね、連れて行かれちゃう。だから実の子供の誘拐という形で、はい、で実はね私が確認できてるだけでもお父さんに会いたいとかね、はい、私はこのところにいたくないって、はい、2人の子供も自殺しちゃってるんですよ。で、半月ほど前に、はい、その被害者と言ってもいいんだろうと思うんですが、はい、被害者の元夫も自殺したケースが発覚されてきて、結構悲惨な悲惨です ね、 ね、この DV 法っていうのはだからいろんな問題をはらんでるわけ、はい、ね、なんですよ。だからそれはある意味でうまくいったわけ、う
これをさらに拡大していけないかっていうことで、だって DV 法を根拠法にしてると DV だけじゃないですか。はいはいはい。対象になるの。なるほど。もっともっと広げようよと。じゃあ困難を抱えた女性全部にしよう。全部にしようと。そういうことなんですか。そう。それで出てきたのが今回のコラボ。そう。だから似てるでしょ。その、はい、この要するに行き場をなくした、うん、まあ未成年というのは若い10代、はい、20代の女性を、はい、まあ救済してシェルターに入れて、はい、ねっていうようなことをやる。なるほど。それでまああの補助金をもらうと。そういうことですね。補助金がドーンと出ると。ああ。出す名目も立つと。で、したがって厚労省としては、要するに自分たちの省益は拡大するわ。はい、ね。その役所は新しくできるわ。はい。ウハウハなわけですよ。なるほど。で、佐賀の人たちも、自分たちの、なんていうか、仕事やってる感みたいなものを、はい、満たすこともできるし。まあ、今いろんなね、差別利権もだんだんなくなってきてますからね。どことは言いませんけど。そう。はい、そういった利権獲得にもなる。ああ。で、みんな大喜びじゃん。みんなハッピーじゃないですか。みんなハッピー、みんなハッピー、ウィミン、ねえ、いいですか。とは言ってもその陰で、はい、そうやってね被害に遭われている方もいらっしゃって、うん、ですからね、ちょっとまあ他のねこの動画でも申し上げたので、今週の12日かな、はい、日曜日、はい、そういう被害に遭われた方々が、はい、池袋パルコ前で12時からね、ちょっと街頭活動をするんで、はいはい、もしねこの動画をご覧になって興味関心がある方は、はい、ぜひね、はい、まあお近くの方はい、見に行かれた。私ちょっと取材に行くつもりなんで。はい、なるほど。はい。今何が起こってるのかって全然ね、メディア報道しないんですよ、この辺り。なるほどね。どうですか。いや、一緒に行ってみたいです。そっちの利権側入ったら利権側入りたいですね。美味しいよ。いや、人のためだって言って、自分も潤うっていう。だってすごい金額ですよね、今回のコラボもね。200万回生って言ってますけど、だってあれ全部4団体合わせる。そう。もっとですよね。そう。2億だかな。で、なおかつ、それが倍増していくんですよ、今度。もうすでに倍増したのかな、今年度予算。ああ。だってこれはもう4600万だから。2020年度予算。国ってちょろいんですね。まあ、都がちょろい。都がちょろいですか。でも国が旗振り役でやってます。でもね、そのメンツ見たらさ、はい、東京都もね、私分かるのよ。はい、そのメンツを見たら、はい、ダメですとか、はい、出せませんとか、はい、あるいは不正に使用したでしょうなんて言ったら、はい、もうワンサか。ああ、来るか、めんどくさいと。ワンサか、数十人で弁護士来ちゃうからさ。なるほど。あれですね、それこそ暇そらさんが告発した時に、セブンナイツっていうね、うん、7人の弁護士が、もう名誉毀損だとか言って、うん、リーガルハラスメントというね、名言を見ましたけども、神原先生とか来ちゃうわけですよ。まあ僕も今、神原先生とね、やってますけどね。あんなもん。相手方に向こうは、神原先生言うんですけど、はい。あんなもんじゃないですよ。はい、だってね、これは問題視って結構裁判も起こってるんですよ、DV 法に関して。で、地裁で負けて、はい、つまり彼らの方がね、はい、だから男性の方が勝っちゃったわけ、はい、で、これ大変だって言うんで、40数人体制で弁護士来るんで。すごいですね。そこまで必死になってやるっていうのは、それだけでかいビジネスだということなのかな、そうなんですかね。そうですね、儲からなかったら誰もやってきませんよね。美味しい。でもこれも法律も通っちゃった後施工を待つだけなんです。そうだから、そのだからこそやっぱり国会っていうのかな、政治家の力が大事なんですよ。足立康さんのように問題ないなんて言ってる場合じゃないの、はい、問題ですね。大ありなんだ。大ありでしたね、うん。でこれどうなんですか、自民党の中でもまあこれ追及する声っていうのは多少上がってますけど、あのね、はい、そういった意味で言うと、はい、自民党の中でも、はい、例えばその DV 法にも含めてね、はい、全体像をご存じの方も何人もいらっしゃるし、はい、であと結構ね立憲民主党も頑張ってるんですよ。足立さんそのグループ入ってないんだけども、これもあ立憲民主党ごめんなさい、維新ね、はい、日本維新の会も、はい、ここで頑張っていて、はい、やっぱりそういった、まあ言って保守の人たちがね、はい、この問題をこれからでも国会で問題視していこうじゃないか、あるいはこういろいろとねチェックしていこうじゃないかっていうね、はいはい、動きが起こってますよ。なるほど。一応国会質問でも岸田さん聞かれたんです、このこと。あ、そうなんですか。そう、でもなんか回答はなんか官僚答弁みたいな感じですよね。まだ理解されてないのかな。だからこういったところでね、どん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 情報発信を、はい、していって、はい、やっぱり、こういったことが起こってるということを認識してもらうってことが必要なんじゃない。だって知らないんでしょ、そんな。そうですね、まあ、岸田さんこの件もし切り込めば、うん、自民党のコアな
はい、あそうは、うん、やっぱキッシー最近買ってきたなってなると思うんですよね、うん、チャンスなんですけど岸田さん見てないですかねこの番組 ねなんかツイッターとかで、うん、あの岸田さんってハッシュタグつけてそういうコラボ問題とか発信したら気づいてもらえないのかなって、うんねうん、やってみて、うん、やってみて怖いで今後なんですけどどうなりますこれじゃあそうするといやだからね、はい、そういった意味で言うと、はい、どうなんでしょうね、川崎市の方でも、東京、はい、あの、浅野文奈さんね、うん、彼ね、実は僕のね、すっごい古い知り合いなんです。あ、そうなんですか。彼ね、国学院大学の弁論部なんですけど、僕の2個下で、僕が多分勧誘して入れたんですよ、弁論部。当時、国学院手伝いに行ってて、なんか、で、なんか、喋ってて生きのいいやつがいるんでって言って、多分入れたのが浅野君だと思う。で、この間ここに来てくれて、あの、浅野君とか言ってちょっと偉そうですけど、浅野議員とね、お話をして、で、彼はもうこの問題追及するために国政に行くと、いうことで、全国講演会を、いいことですね。はい。早速私もお金寄付して、頑張れってやったんですけどね。うん、はい。そういう動きはちらほら出ているんですが、うん、間に合うんですか？まあ、とはいえですね、間に合わなくてもやっていかなきゃならない話。はい、で、ね、私思うんだけども、はい、いろいろと脇が甘いからすぐ攻撃されて炎上しちゃうんだけども、はい、杉田水脈さん。はい。でね、私ずっとなんで杉田水脈さんがあれだけね、はい、そういった左派の人たちに、はい、集中的に攻撃を受けてたのかなと、これちょっとやられすぎじゃないかなと思ったんだけども、はい、ようやく分かったのは、はい、あの人は無意識のうちにこのね、構造に触れてたの。おその人脈だとか構造に。なるほど。虎の尾を踏みまくってたんだ。そう。もう行くとこ全部もう、尻尾がそこら中に、ええ。尻尾地帯歩いてた。そう、西田バスタグループとかって言って。あー、西田バスタね、有名ですよね。うんうん、あー、そういうことだったの、ね、そういうことだった。だからあれだけ目の敵にされて。そう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 。なるほどね。知らないうちに採用ですね、でもね。あー、なるほど、ね。だから本人気がついたらなんで私だけだと思ってると思うんだけども。いや、あなた、感覚とっていうのかな。それは嗅覚はいいのかもしれないと。ああ、なるほどね。うん、まあ、ただ今回かなり監査とか、まあいろいろね、あの、住民監査請求も今回通りましたし、うん、まあ監視の面も厳しいので、前みたいに出せないんじゃないかという、まあ楽観的な意見もあるんですが。うん、まあ、都議会でもね、はい、それこそ、都議会議員のね、はい、あの、なんだっけ、あの、僕の。あ、川松さん。川松さん。はい。川松新一郎と同じ名前なんですけどね。はい。彼なんかももう目光らせてますから、はい。やっぱり東京都議会、都議会して、しかも自民党野党ですからね、はい、いくらともできますよこれ。なるほど ね、まあ、あの領収書がとりあえずあるかないかみたいなところからきちっと監査していけばいいわけで、うんはいまあ、今回領収書出せないって言ったらしいですから ねあのなんか拒否しちゃってちょ最長さんで領収書の提出を拒否したそうなんですけど、これ税務署でそんなことやったら一発重加算ぐらいの重罪ですよこれ、うんいいんですかそんなことやって。いやーもうなだからそれだけもうついつま合わなくなってきてんだろうなって。ああ、うん、まあでも来年以降はもうこれ開業報告しろってことで総監元庁を出せとか ね浅野さんもね今日ねあのツイッターで言ってたんですけど、うん、なんか浅野さんのことコラボがブロックしたらしいんですよ、うん、で私を黙らせたいんだったら方法は簡単ですと、うん、総監元庁見せてくださいと、うん、そしたらだ黙りますよと、うん、でも出さないんですよね、うん、出せないんだろう、ね、出せないんですか、うん、何をやってたんですか。だって認められた経費として認められたのも一人8800円の食事代、うん、取りすぎだろ、それ。あ1800円 ?880 円じゃなくてもう、あれですよ、1ヶ月分の食事代ですよ、ね。食事代です。1回8800円。何食ったの一人。ジョエル・ロブションが言ったんですよ。まあ、ジョエル・ロブション8800円で食えない。ジョエル・ロブションはさすが8800円で食えない。いい中華は食べられますよ。まあ、そうですね。うん、松屋行ってね、うん、この店で一番高いもの持ってこいって言ったら、ね、すいません、食券買ってくださいって言われるんですけど。そんな感じですね。すごいです。松屋に何回行けるって。本当です、ね。スタの大盛りに。いや、私も本当に弱者の貧困女性として、若い女性としてちょっとお世話になりたいぐらい。ああ、そうですね。あ、大丈夫です。あの、困ってる人全部らしいんで。困難な女性、困難な問題抱えてますよね。大根参拝に人が集まらないんですよ。集まらないんです。とか言って、はい、困難の問題を言えば、ね、救ってくれるんじゃないかなと。じゃあいい団体ですね。だから、はい、そういうのがダメなんだって。そう、国民の税金ですよ。そうねえ、国民の税金ですから、はい、ちゃんとね、あの、はい、本当に困ってる人のために使っていただければいいんですけど、ね、実際なんかそういうアウトリーチとかやってる他の団体からは、うんそんなね、そんなにね、お金かかんないし、我々ボランティアでやってますよ、みたいなのがクレーム出てるので、うんはい、なんかその一部のね、こう、そういうグループだけをこう優遇するみたいな。そこに税金が、公金が入ってみたいな。うん、問題
題ですね。問題ですね。はい、ということで今日も闇に切り込んでしまいましたが、ね、大丈夫ですかねこれね。大丈夫かなこれ。大丈夫か。やりすぎちゃったかもしれない。やりすぎちゃったかもしれないですね。本当ですか。はい、どうですか。とうとう炎上ですか。いやいや、わかんないですけどね。まあまあとりあえず、これがね、まあ公開された後ね、うん、私や須田さんや真鍋さんの身に何かがあったら、うん、奴らの仕業だと。何かの仕業だと。何かの仕業。誰かとは言いませんけど、うん、奴らとだけ言っても言いますけどね。この話とは全然関係なしに、誰かの仕業だ。何かの仕業だと。ね、いうふうに思っていただければなと、はい、いうふうに思います。本当に嫌な話ですね。嫌な話だね、これこそ。ね、恐ろしい話でしたね、はい。はい、ということで、ニュース上ね、この辺で終わりにしたいと思います。さようならー。